お待たせいたしました。市民球場です。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は左の山下、対するライオンズの先発は右の黒田、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の山下マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはペイトン。第9初球から打ってった。1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山野辺。背番号4。第4球を投げました。打ちました。抜けた。山野辺、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第2球1塁ランナー出た。2塁送球はどうだ。これは楽々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。第3球を投げた。打った。これは強烈。ライトバックしていった。ワンバウンドヒットになる。ライトからセカンドへ。ライオンズまずは1点先制。1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは4番渡辺。次は4球目、投げた。膝元、空振り三振。バッターは DH のウー。背番号39。投げた。インロー、空振り三振。山下3安がうなります。1回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を奪われています。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは川越。第4球を投げた。打ちました。ピッチャー返し、抜けた。川越ナイスバッティングです。バッターは7番ブランドン。背番号49。第2球投げた。バントしました。キャッチャー目の前、キャッチャー取って1塁送球、アウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。背番号78。投げました。打ちました。いい当たり、いったか、どうだ、入るか。川越一気にホームへ。ライオンズ1点入りました。2対0。斉藤タイムリーツーベース。スワローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。右バッターボックスは9番小玉。背番号0。第4球を投げました。打った。二塁ランナー三塁へ、抜けた。センターバックホーム、小玉いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。打ちました。センター前に出る、取りました。斉藤スタートを切った。ホームイン。ライオンズさらに1点追加。3対0。さあ、リプレイです。右バッターボックスは山野辺。さあ、4球目、三振。山下3安がうなります。2回の表が終わって3対0。山下この回さらに2点を失いました。ライオンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは岸、投げました。打った。右中間のフライ、ライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番渡辺。次の球がラストボール、外角へズバッと決まって見逃し三振。5番指名打者ウー。投球これから4球目。打ちました。抜けた。ウー、ナイスバッティングです。左バッターボックスは6番川越。第9投げました。打ちました。初球打ち、当たり損ねのサードゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズファーストランナー残塁。3回の表が終わって3対0です。3回の裏、3点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッターは北村。第9
打ちました、痛烈、打球はそのままレフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはブランドン。第4球を高め、ボール球打った、1・2塁間へ抜けた、ブランドン、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番斉藤、投げました、ボール。投球これから2球目、インハイ際どい球、ボール。投球はこれから3球目、ここは送りバント、取った、一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げた、引っ張った、あっと取れない、レフトバックホーム、ブランドン三塁決定ホームへ、ライオンズ1点入りました、4対1。リプレイをご覧ください。バッターはトップに帰ってペイトン、今日はセカンドゴロと打ちました、レフト前進、松本取りました、中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、高め、ボール球打った、1・2塁間の打球、山戸部ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げた、打ちました、破ってった、レフトバックホーム、いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。打ったに当たりだ、三遊間、ライナー破っていった、山戸部三塁回った、ライオンズこの回3点目、バッターランナー二塁でストップ、ライオンズこの回4点目、7対1。先ほどのプレーです。バッターは指名打者、ウー。第6球は打った、キャッチャー落下点、取りました、これで3アウト。4回の表が終わって7対1、ライオンズリードを6点としています。スワローズ追う展開で迎える4回です。2アウトランナー2塁という場面で北村、外れた、ボール。第2球投げた、打ちました、ファウルボール。第3球は見送ってボール。第4球を投げた、ボール3。あーっと、キャッチャー取れない。そして今拾い直した、投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、北村これで2打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。山下降板、左の山本、今日2人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、インコース引っ張った、抜けた、川越二塁を狙う、川越いいバッティングを見せました。バッターは7番ブランドン。第4球は打ちました、ショートバウンド、ボールを取った、西浦うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。さあ4球目、打ちました、入るか、入るか、ヒット、ライオンズ1点入りました、8対4。斉藤タイムリーツーベースヒット、スワローズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ワンアウトランナー二塁という場面で小玉、さあ次の投球、打った、バントシフトの間、北村ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第3球は打った、
痛烈な当たり、ピッチャー返し、ペイトンナイスバッティングです。スワローズなおもピンチが続きます。打った、ライトフライ、飛距離は出ていません。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって8対4、スワローズさらに1点を奪われています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは岸、第5球投げました、空振り三振、バットアウト、バットが空を切りました。バッターは4番渡辺、今日3打点を挙げています。打ちました、当たり損ない、西浦取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH のウー、第5球投げました、高めボール球打った、左中間のフライ、これはヒットになります。ウー一気に二塁へ、あっと落とした、ウーツーベース。ここまで2安打の川越、1球目ファールから投げました、流し打ち、どうだ、レフトの左、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ライオンズ1点入りました、9対5。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは7番ブランドン、次は5球目投げた、打ちました、1、2塁間の当たり、宮本ボールを取る、山本取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって9対5、ライオンズリードを4点としています。山本降板、右の木澤、今日3人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第5球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、斉藤いいバッティングを見せました。バッターは9番小玉、第1球投げた、ストレートはボール、第2球投げた、ボール、低め、第3球を投げた、カットボールはボール、低め、第4球を投げました、ここは振ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。ライオンズチャンスをものにできるか。第3球を投げました、打ちました、ショート左横のフライになりました、ショートを掴みました、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第6球を投げました、打った、ショートバウンド、一塁へ送る、北村軽快な守備を見せました、3アウトチェンジ。木澤やりました、スワローズこのまま勢いをつけたいところ。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは北村、今日3打、打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、3打席連発、初球から思い切っていきました、スワローズ1点返しました。先ほどのプレーです。ライオンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番岸、投げました、初球を打ちました、ショート正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番渡辺、今日3打点を挙げています。投げました、打ちました、ボテボテのショートゴロ、西浦掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者ウー、次は5球目、打ちました、ショートの後方フラフラっと上がっている、掴んで、これで3アウトになります。木澤見事ライオンズ打線を抑え切りました。8回の表が終わって9対7です。スワローズここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー2塁という場面で北村、今日は3安打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、レフト見送った、ホームラン、同点ツーランホームラン、北村なんと4打席連続のホームラン、見事に初球を捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。木澤降板、マウンド上ピッチャーは尾中、今日4番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、
噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番ブランドン。さあ5球目、カットボール、空振り三振。バッターは8番斉藤、今日は3安打猛打賞。アウトコース、空振り三振。三振に仕留めました。尾中、最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって9対9です。さよなら勝ち、西田さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。ドラゴンズの勝ちでございます。勝利投手尾中、敗戦投手佐々木でございます。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。